Huge Vision Go。どうも、リュウジです。今回はですね、じゃーん、餃子の王将をね、これ餃子、これを食べていきたいと思います。で、ちょっとね、まずね、ちょっとこれ食べる前にね、ちょっと音声問題で不備があったことをすいませんでした。はい。実はですね、カメラ側の音声レベル、録音する時のですね、録画する時の音声レベルが標準になっていたがために、音がね、こう、なんて言うの、こう割れて、全然聞こえて入ってなかったみたいな感じになってたんですよね。で、じゃあどうしたらよかったのかっていう原因が分かりました。標準と低いっていう設定があって、低音っていう、これを低音、低レベルに設定しておけば、今多分これクリアに聞こえてるんですけど、うん、そういう風にバッチリになってたんですよ。それがちょっとできてなかったんで、はい、いろいろ試行錯誤して見つけました。はい、ということでね、じゃあ早速ちょっとね、餃子開けていきます。だからちょっとね、くまモンのね、ギフトセットとかに見せてたやつ、あれちょっともう一回やらせてください。すいませんけど、はい、こんな感じ、6個入りですね。はい、じゃあちょっとね、早速ですね、よいしょ。今回ね、エビスビールのね、琥珀エビス、コク深くまろやかにということで、これをね、いただいていきたいと思います。やっぱいいね、音ね、もう音命ですね、ほんとね。もうびっくりしますよ、自分で見てみて、動画アップしてたやつ、もうなんかね、若干割れたような声がちっちゃく入ってるでしょ。あら、もうちょっとすっごくがっかりでした。すいませんでした、本当。はい、ということでね、ちょっと喉乾いてるんで早速いただきます。うん、いいね、爽やか、うん、あのコクがある中にでも、うん、じゃあね、まあそういう風なね、話をね踏まえながら、じゃあいただきます。これにね、餃子のタレ、これラー油追加で入れてます。これをつけながらいただきます。で、この噛み砕く時のね、音がすごいなんか恥ずかしいぐらい気になってて、編集してる時でいろいろなんか自分でいじくってたんですけど、アップしてね、アップしてしまって自分で見て気づくというね、ビデオカメラのね、音声レベルの設定にね、不備があってね。だからちょっとこれ食べながら話すのをちょっと気にしてるんですよ。うん、チカッパイうまかー。どうですかね、これね、自分でね、アップしてしまうまで何とも言えないんですよね、音声というか特にですね。いやー、やっぱ音声大事ですね、ほんと。で、この餃子の王将の餃子、これあのニンニクがね入っていないけどすごく美味しい。
やっぱ調味料ですね。絶妙ですこれ。味の素とね、あと調味料の胃の一番とね、あとこれラー油もね、僕が作ってる時はラー油も入れて、で生姜、砂糖、醤油、ブラックペッパー、そしてキャベツはもちろんのこと、ひき肉、そんなん入れてましたね。あと卵入れてました。でね、ニラとキャベツ千切りにしたやつ、あと玉ねぎも、あの玉ねぎとねキャベツは機械で絞ってます。水がいっぱい出るんですよ、水分が、野菜の。だから、ね、できるだけ野菜の水分をね絞ってやって、餃子のね、餃子に入れるひき肉のうまさをこう引き出せるという、でビール、よし、もうどんどん食べていこう。よいしょ。いやー、久々に買いましたね、餃子のね、王将の餃子を。これまだあったかいの、幸いね、近くにあるんで、餃子の王将が。結構拾うんですよね、これ音ね。で、口開けられない。開けたらもうすごい、なんかこう、何？耳障り。ね、特に舌打ちとかね、気になるんですよ、自分で。こう勢いよく口をね、開けるとね、こう、何？唾液が弾くような音っていうんですか。やっぱあったかいのいいね。餃子の王将のね、いいとこはね、結構ジューシーなんですよね。そこが僕は好きですね。で、ビール。よし、残り最後1個、これいっちゃおうね。はっ、もうない。で、ビール。あー、美味しかったー、チカッパ、うまかったー。ということでね、ごちそうさまです。はい、ということでね、もうお時間となりました。もしこの動画がよろしければ、高評価よろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでない方、説明欄よりチャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。パソコンでご覧の方、エンディング中チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた。さよなら、さよなら、さよなら。いや、美味しかった。